日本と絶対に争うな。こんなコメントが世界中のメディアから出されたら、皆さんは何のことだと思いますか？日本が世界に誇れるものは数多くあるので、これだけではピンときませんよね。実はこれ、日本の軍事力についてなんです。日本が保有しているのは軍隊ではなく自衛隊ということになっていますが、日本の軍事力は世界的に見てトップレベルにあると言えます。今回のエピソードでは、海洋進出を目論んで海軍力を強化させている中国に対抗するため、日本がヘリコプター搭載型護衛艦を軽空母化させるという話題が取り上げられています。日本が計画している軽空母の性能、そしてこれを恐れる中国の反応について、どうぞぜひ最後までご覧ください。眠れる巨人を起こしてしまったかもしれない。皆さんはこんな言葉を聞いたことがあるだろうか。これは連合艦隊司令長官山本五十六が残した言葉だと言われている。太平洋戦争の初戦、パールハーバーの攻撃で日本軍は華々しい戦果を挙げた。それにもかかわらず、彼はこんな言葉を残して、その後日本軍が苦戦することをほのめかしていたんだ。彼の予想通り、この攻撃によって超大国アメリカは目を覚まし、巨大な戦力を持って日本を圧倒した。終戦直後の日本にとっては、思い出すことすらはばかられる辛い歴史だろう。太平洋戦争で敗れた日本は、国外への攻撃を辞さない軍隊という組織を捨てて、自国の専守防衛のみの武力組織である自衛隊を保有することになった。もしも敵国が日本を攻めてきたら、自衛隊は日本を守ることができるのか？そんな疑問を抱く人も多いだろう。皆さんはどう思うかな？答えは、できるとも言えるし、不可能だとも言えるだろう。戦争などというものは、やってみなければ結果はわからない。大切なことは戦争を起こさないことだ。そのために日本は自衛隊を持っている。簡単に占領されないぞ。日本を攻めたら痛い目に遭うぞ。そういった抑止力を持つために自衛隊という組織が必要なんだ。そしてまさしく今、その力が発揮されようとしている。海洋進出を図る中国、それを食い止めようとする日本、その砦となるのが自衛隊なんだ。僕は昔、海上自衛隊で給養員をしていた。給養員というのは、艦艇で調理を行い、隊員に食事を提供する仕事だ。海上自衛隊といえば、金曜日の定番メニュー、海自カレーがある。これは艦艇ごとに味が違うんだが、僕は毎週海自カレーの調理に誇りを持って当たっていた。海上自衛隊は自国防衛の要だ。日本は島国だから、国を守るためには海の防衛が重要になってくる。だから海上自衛隊の役割は非常に大きい。中国は多額の資金を投入し、軍事力を強大化させている。今や軍事大国となった中国が海洋への進出を図っているのは明白だ。それにロシアにだって注意しなければならない。そういった軍事大国に睨みを利かせるためにも、日本は軍備を整えていかなければならないんだ。どんなに軍備を整えても勝てっこないよ。そんな風に思っている人も多いかもしれない。でもそんなことはない。日本の海上自衛隊の戦力は、中国にも引けを取らない能力を秘めているんだ。これから少し時間をいただいて、その辺の話をさせてもらおう。日本とは絶対に争うな。世界中がそんな風に警戒する日本の戦力を披露するつもりだ。
これを聞いて日本の自衛隊を誇りに思ってもらえたら幸いだね。昨今しきりとニュースになっていることの一つに中国の海洋進出問題がある。皆さんもこのニュースについてはご存知のことだと思う。東シナ海では2012年9月の尖閣諸島国有化措置以降、中国は日本の領海や接続水域への侵入を繰り返し、今となってはこういった侵入行為が常態化している。それに南シナ海に目を向けても、南沙諸島をめぐるフィリピンと中国との争いは長期化の様相を呈しているし、西沙諸島ではベトナムが EEZ と主張する海域内でベトナム船舶と中国船舶との間で物理的な衝突事案が発生している。このように事態の深刻さは日に日に増しているんだ。日本としてはこういった不穏な動きを見せる中国を見逃すわけにはいかない。中国の海軍力は日を追うごとに成長している。このまま放っておけば取り返しのつかないことになってしまうかもしれない。中国の脅威として挙げられることの一つに、中国が空母を保有している点がある。これは日本にとっても、その他の関係国にとっても脅威だ。日本は空母を持っていない。この事実は日本が海軍力競争で完全に劣勢であることを意味している。戦闘機を離着陸させることができる空母は海上の戦術的拠点として重要な位置づけになる。空母を持っていない国は自国の領土からでないと戦闘機を出動させることができないからだ。空母を持っている中国は若者顔で海上を航行する。そんな中国に対抗するには日本も空母を持たなければならない。ところが困ったことに、日本は戦後の制約で空母建造を認められない国となっている。そこで日本はこの完全劣勢である立場を一気に逆転させうる、ある計画を検討しているんだ。それがヘリコプター搭載型護衛艦出雲と加賀の軽空母化だ。ヘリコプターを搭載している護衛艦を戦闘機を搭載できる空母へと改修するという計画だ。戦闘機を搭載することで何が変わるかというと、戦闘機ならばより広範囲の防衛が行えるようになる。相手を牽制する上での効果も大きい。2022年度の防衛予算によると、海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦1番艦の出雲と2番艦の加賀に、短距離離陸と垂直着陸が可能な最新鋭ステルス戦闘機 F-35B を搭載できるようにするため、改修費として61億円が計上された。これによって事実上、日本は空母を所有することになる。もちろん日本は攻撃型空母は保有できないことになっている。だから制約はあるだろう。政府は空母化の目的を離島防衛用の補給拠点など、防御目的で活用することとしている。防衛目的であることに間違いはない。とはいえ日本が空母を持つことの意味は大きい。特に海洋進出を目論む中国にとってはなおさらだ。中国はこの件に関して大きな批判の声を上げている。巨大な海軍力を誇る中国がなぜ日本の2隻の軽空母化に反対するのか。それは出雲と加賀の性能、それにこれらが搭載する戦闘機が中国が保有しているそれをはるかに上回るからだとされる。日本が所有することになる軽空母は中国が保有している空母を旧式兵器化させられる。つまりはそういうことになるんだ。具体的に言うと、中国の空母が搭載している J-15 戦闘機というのは第4世代の戦闘機だ。一方で出雲と加賀が搭載を予定している戦闘機 F-35B は第5世代の
ステルス戦闘機ということになる。レーダー探知することができない F-35B に J-15 は手も足も出ず、一方的劣勢な立場に転落する。それに現在の中国の空母にはカタパルトが設置されていない。だから戦闘機が離陸するときの重量を軽量化させないと発艦することができないんだ。 J-15 の最大離陸重量は33トンであるのに対し、実際は28トンでも厳しいのではないかと言われている。軽量化するには燃料か武器を減らすしかないだろう。いずれにしても戦闘機の能力は落ちる。しかも滑走路を目いっぱい長く取る必要があるため、発艦の間隔は間延びするのではないかと予想される。これに対して日本の軽空母に搭載される F-35B はカタパルトなしでも満載重量で発艦できる上、垂直着陸が可能だから着艦隊との取り合いがなく連続発進が可能だ。こんな状況を踏まえて日本の軽空母と中国の空母が海上で対峙した時どうなるかというのを想像してほしい。日本の出雲、そして加賀からは次から次へと F-35B が発艦していく。これに対して中国側の空母からはポツリポツリと J-15 が発艦する。言うまでもないが、戦闘機というのは空に飛び立ってこそその能力を発揮できるものだ。空母の上で離陸待ちしていたのでは何の戦力にもならない。いかに早く空へ解き放つかが勝敗の分け目になるんだ。さらに日本側の F-35B は中国のレーダーに探知されないステルス戦闘機だ。中国側が気づいた時には空母の目前に F-35B が迫っているという事態が起こる。こうなったら中国は完全にお手上げだ。中国が誇る空母が完全に無力化されると言ってよいだろう。中国にしてみたらこんなシーンを作り出すわけにはいかない。ということはつまり、日本は戦ってはいけない相手ということになるんだ。だから中国は日本を批判する。日本は戦後の制約で空母建造を認められない国だ。空母建造という立ち入り禁止区域に足を踏み入れるために、ヘリ搭載護衛艦を回収するという手段を取っている。こんな批判をして日本を牽制するんだ。でもこれは中国が日本の海軍力を恐れているということの裏返しに他ならない。中国は日本が本腰を入れて対中国の備えをしていることに恐れをなしているんだ。でもこれは中国の身から出た錆と言わざるを得ない。中国は日本の警告を無視して度重なる挑発行為を繰り広げてきた。だから日本は本気で中国に立ち向かう戦力を整えることにしたんだ。日本はこれまで中国の挑発に耐えてきた。交渉で止めさせることができるならばそれがベストだった。それにもかかわらず中国は挑発行為を止めなかった。だから日本は動かざるを得なかったんだ。眠れる超大国を目覚めさせてしまった。中国は日本を本気にさせてしまったと言っていいだろう。当然のことだが、日本は軽空母を保有したからといって他国を攻撃するわけではない。西太平洋への進出が目覚ましい中国軍への抑止力として利用するのが目的だ。そして日本とは争ってはいけないと世界に認めさせることが一番の功績だと思う。
もしも敵国が日本を攻めてきたら、自衛隊は日本を守ることができるのか。中国が日本を攻めてきたら、結果がどうなるかはわからない。だけど、日本を攻めたら痛い目に遭うぞ、という抑止力を発揮するために、軍備を整えておくことは大切だ。繰り返しになるが、一番大切なことは、戦争を起こさないことだ。そのために、日本とは絶対に戦うべきじゃない、と思わせる軍事力の整備。これは絶対に必要だと思うのだが、皆さんはどんな考えをお持ちかな。中国は日本を本気にさせてしまったね。日本はちょっかいを出しても何もしてこないと舐めていたんじゃないかな。日本の海軍力は軽空母だけじゃないよ。ハヤブサという海上を時速 80km 以上で航行できるミサイル艇もあるし、日本の潜水艦の静粛性は世界トップだ。舐めていたら痛い目に遭うぞ。日本は素晴らしい計画を実行しているね。太平洋における日本の役割は大きい。中国の好きなようにさせてはダメだ。戦争が起きないようにするための軽空母化、抑止力として大きな役割を果たしそうね。でも実戦で使われないことを祈るわ。今回のエピソードでは空母が果たす役割について触れていました。では現状、空母がない日本はどういう状態なのかについて補足したいと思います。航空自衛隊が戦闘機を運用するためには2400メートル以上の滑走路が必要です。そしてこの要件を満たす飛行場は全国20カ所にとどまります。特に太平洋上では硫黄島にしか存在しないため、広大な太平洋での日本の海と空を守るためにはヘリコプター搭載型護衛艦を軽空母化し、洋上で F-35B を発着艦できる体制が必要だと政府は考えているのです。そして軽空母化のキーポイントになる F-35B の配備計画はすでに進んでおり、2020年度予算で取得する6機の F-35B は2024年度に調達され、同年度末までに配備される予定です。最終的に航空自衛隊は計42機の F-35B を導入することになっています。武器など持たなくても平和が維持されればそれに越したことはありませんが、現実的ではない昨今、こういった備えが必要であることを理解していく必要があると思うのですが、皆さんはいかがお考えでしょうか。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。